豆キュン。一番強い恐竜は？もう、テルのやつ。あら、ポロン、どうしたの？テルが一番強い恐竜はティラノサウルスだって言うんだ。スピノサウルスの方がティラノサウルスよりずっと大きいから力だって強いはずなのに。大きさならアルゼンチノサウルスが一番よ。アルゼンチノサウルスって草食恐竜でしょ？お姉ちゃん、よく考えてみてよ。草を食べるウサギが強いかな？肉を食べるライオンの方が強いはずだよ。じゃあ、ビルみたいに大きなウサギと車ぐらいのライオンだったら、どっちが強い？それは…そんなのわかんないよ。そうね。実は、一番強い恐竜を決めるのは簡単じゃないの。学者によって考えが違うのよ。でも、怖い肉食恐竜の方が強いんじゃない？いくら肉食恐竜でも、大きさが違う草食恐竜をむやみに攻撃しないのよ。ティラノサウルスは自分より小さいアンキロサウルスが怖かったんだって。嘘だよ。嘘だ。俺はアンキロサウルスが怖いんじゃない。嫌いなだけなんだ。うわ、びっくりした。どうしてアンキロサウルスが嫌いなの？それは、奴の硬い背中のせいだ。前に一度アンキロサウルスを噛んだら、見ろ、歯が全部なくなるかと思ったよ。それで、すごく腹が立って、奴をひっくり返そうとしたら、地面にうつ伏せになって、いくら頭で押しても、全然動かないんだぜ。だから、俺が諦めるしかなかったんだ。乱暴なティラノサウルスでもダメだったんだ。あ、ティラノサウルス！スピノサウルスと喧嘩したら、どっちが勝つ？スピノサウルス？誰だ？これだよ。あれ？初めて見るやつだな。初めて？パラ、ティラノサウルスとスピノサウルスは白亜紀の同じ時代に生きていたけれど、その長い長い時代の中で同じ時期に生きていたことがないのよ。それに住んでいた場所も違うから互いに会ったことがないの。ああ、なんだ。それじゃあ誰が一番強いかわからないよ。じゃあ、私たちで一番強い恐竜を決めようか？どうやって？恐竜たちとハンマーゲームをしてみようよ。まずは試合の順番を決めよう。俺、暴れん坊のティラノサウルス。僕、一番大きい恐竜、アルゼンチノサウルス。僕はスピノサウルス。僕の背中、かっこいいでしょ？マウスを押したまま、エネルギーが一番高いとき、手を離して。えい！イエイエイエわー、ティラノサウルスが勝った。でも普通、ティラノサウルスが一番強いって言うよ。そうなんだ。お姉ちゃん、テルに教えてくるよ。さあ。助けてー。
チャンネル登録してね。